おざっすまちごれです。というわけでね、今回も古着ご紹介していきたいと思います。今回ねこちらになりますね。1960年代スウェーデンのプリズナージャケットになります。普段僕が紹介してるねアメリカのものじゃなくて、これねユーロヴィンテージになるんですけども、これもすごいかっこいいアイテムなんでね、ご紹介していきたいと思います。まあまずこれがねどういうものかっていうと、まあさっきも言いましたけどね、1960年代のスウェーデンですね、あの北欧のスウェーデンで使われていたプリズナージャケット、まあ要は囚人服っていう風に言われてますね。まあこれと同系統で1940年代くらいのやつもねあったりするんですよね。まあグレーのストライプ柄のやつなんですけど、めちゃめちゃかっこいいんですよね。まあそれとねちょっと同じ系列、まあこれは1960年代でちょっと時が経った時の、まあ、同じようなねものになるんですけども、プリズナージャケットとは言いつつも、まあいろいろねちょっとんっていうところがあるんで、まあそれはね後ほどご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで着てみるとこんな感じです。まあ着た感じは結構こうやってボタン閉じるとね割とこうフィットするようなね、感じのシルエットになりますね。で服の作りがめちゃめちゃ綺麗な感じなんで、ほんとねテーラードジャケット感覚で着れる服になりますね。それがすごいと思いますね。まあ今回はちょっとこれにね、まあなんかちょっとグレー系のちょっとぼやっとした色に、まあなんかこのさっきのねオンブレチェックのまあ差し色じゃないですけどね、これをパッて入れると結構ねちょっとこう赤系の色も入ってまあいいかなとは思いました。まあシルエットがねあんまダボつかずにね結構綺麗な感じで着れるんで、すごいねいい感じかなと思います。まあこれも春の羽織にすごいねいいアイテムかなと思います。というわけで着てみるとこんな感じでした。はい、てなわけでディティール見ていきましょう。上から見ていくとこの襟の作りがめっちゃいいんですよね。このテーラードジャケットみたいなラペルができてるんですよね。裏見ると別にボタンがあるわけではなくて、もう本当にこういうラペルの作りですよね。本当テーラードジャケットを彷彿とさせるようなすごい綺麗なね襟がついてます。でここハンガーループついてますね。この囚人着る服にわざわざハンガーループつけるのかなっていうのはありますけど、まあそれは置いといて、こうついてますね。胸にパッチポケットがついて、下の部分にもポケットがつく、まあスリーポケットスタイルですね。まあ同じユーロもので言うとこうフレンチワークみたいなね、そういう趣のあるねこうパッチポケットが3つつく感じですね。でボタンはこう灰色の、プラスチックボタンとか樹脂ボタンが使われてますね。でこれ見ていくと、なんとここにねプリーツ入ってるんですよね。ちょっとねこれ囚人服にこんなプリーツ付きのね服出すかなってちょっと僕は思うんですよね。アメリカのプリズナーものとかだったら、なんかこんなねわざわざこんなプリーツ付けるような服ってないんすけど、これちょっとねこれ興味深いっすね。まあ後ろから見るとこんな感じで、まあ後ろ身頃はこうやってダブルステッチがピーって入るようなね、感じになっていて、なんか後ろ身頃は結構こうやってね前身頃と後ろ身頃のまあステッチがこうやって入ってるんですけど、結構後ろはねこうキュッとね詰められてる感じですね。なんで割とこうシャープな、まあ着心地になるかなとね思いますね。でこの服のポイントね、作りもそうなんですけど生地がめちゃくちゃいいんすよね。なんかこれ光の当たる角度でね微妙にこう色がこう変わるような、まあ、バーバリーとかで言うと玉虫生地みたいなね感じなんですよね。ちょっとグレーっぽいグリーン基調なんだけど、このほらここの感じとかちょっと赤っぽくないですか。ちょっと赤い光沢が入ったりするとかね、すごい面白いんですよね。でめちゃんこズームインするとやっぱりこのね緑と白とこちょっとねレッド系のね糸が使われていて、多色のねすごいいい生地なんですよね。囚人に着せる服って結構粗悪なね服が多いんですけど、こんなねいい生地使うかなっていう、まあそういう感じではありますね。まあ生地自体はまあコットンツイルってやつですね。でもすごい結構テーラードジャケット風のめっちゃいいね作りをしていて、なおかつ生地もいいっていうね、はい、すごいいいアイテムですね。ディテール紹介はこんな感じでした。はい、というわけでね、1960年代スウェーデンのプリズナージャケットのご紹介でした。まあ、ディティールまでねご紹介していたわけなんですけども、なんかねそう僕がさっきも思ったんですけど、ここまで結構いい作りでこんなにね玉虫っぽいねいい生地を使っているのに、これ囚人服なのかなと思うわけなんですよね。まあ、要はその収監されていた囚人が着ていたものっていうよりかは、実はなんか監守、まあ、要はその囚人をこう監視する側の人が着てたものなんじゃないかなとかね、そういう説もあったりして、僕はどっちかっていうとそっちなんじゃないかなって思うんですよね。まあ、それかプリズナーじゃなくてもう全く別のねその機関とかね組織の、まあ、ユニフォーム的なものだったんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。なんかさすがにねこの仕立てでこの生地でこれをわざわざ囚人に着させるかなみたいなねところあるんですよね。なんかアメリカの囚人服とかだともっとねこう簡素な作りですよね。本当になんかズボンとかでもポケットがもうないとか、なんかポケットに物入れられないようになんか塞がっちゃってるとか、そういう感じなんですよね。まあ、シャツとかでもポケットがないとか、まあ、ポケットあったとしてもなんか囚
囚人でわかるような別の布が出てあるとかね、そういう感じがあったりするんですよね。で、まあジャケットコート系もね、アメリカのプリズナーものあったりするんですけども、なんかね、こんないい生地じゃないんですよね。まあ、ウールのジャケットとかでもこういうリサイクルウールみたいな、かなり粗悪なねウールが使われてたりとか、コットンもですね、なんかこんなピシッといい生地じゃなくて、もっとなんか不純物がついてるネップっぽくなってるね、なんか生地だったりとかして、まあ、なんかその辺ね、どうなんだろうなってちょっと思ってるんですよね。まあにしてもですよ、まあそういううんちく抜きにしても、これねめっちゃかっこいいアイテムなんだが間違いないんですよね。まあ、生地はね、ちょっとこうコットンツイルのね、まあ、なんていうんですかね、まああんまり厚ですぎない、まあでも丈夫な生地なんで、まあ春の時期とかですかね、本当今時期はかなりねいい感じに着れるかなと思います。なんか一時期ね、これ相場的にパーって値段が結構動いた時期があったんですけど、今結構ね落ち着いてるんで、割とね狙い目かもしれませんね。にしてもね、このスウェーデンのアイテムってすごいいいんですよね。スウェーデンミリタリー、スウェーデン軍のアイテムめっちゃいいし、なんかこういうねアイテムもすごいかっこいいのが多いんで、僕ねユーロものの中では、まあ、スウェーデンのものって結構一目置いてたりするとこあるんですよね。まあそんな感じでですね、まあこれね、まあ今ちょっと下火になったかわかんないですけど、前の値段がパーンって上がった時ほどは物がないかもわかんないですけども、まあぜひね見かけたらちょっとチェックしてみるのもいいかもしれません。ということでね、今回はこんな感じになります。古着ヴィンテージ好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、 Find me, find me, never know what happens in my life.